スカイハイが10日、自身の公式 X、旧 Twitter を更新。代表を務めるマネジメント、レーベル、BMSG に関する匂わせ投稿に注目が集まっている。スカイハイ、突然の匂わせ投稿この日、スカイハイは、BMSG3 周年前夜、17分の9の夜、テレビにて何かが起こります、と予告。突然の匂わせ投稿にファンからは、鳥肌立った、正座待機、ドキドキする、何が起きるんだろう、と多くの反響が寄せられている。バル、スカイハイ主催レーベル、BMSG、とは2020年9月18日にスカイハイが設立し、自身が代表取締役 CEO に就任する、BMSG、BMSG は、Be Myself Group の頭文字で、アーティストやアイドルが自分のままでいられる空間をという詩と、ブレイブ、マッシブ、サバイブ、グルーブというアーティストのあり方とを包含し、命名、才能を殺さないために、をスローガンに、クオリティファースト、クリエイティブファースト、アーティシズムファーストを掲げる。その第一弾アーティストとして、同年10月にラッパーノーベルコアがメジャーデビューすると、2021年4月には BMSG 企画のボーイズグループ発掘オーディション、BMSG オーディション2021 The First が開催され、11月に7人組ボーイズグループ、B、First がメジャーデビュー。現在、所属アーティストはスカイハイ、ノーベルコア、B、ファーストに加え、ザ・ファースト、出身のアイルザ・ショータ、ヘディー・ボーイ、レイコ、ストレーニー、育成生、そして同じく、ザ・ファースト、出身のルイ、ランタイキが所属している。2023年5月にはユニバーサル・ミュージックと提携し、新レーベル、BU から8人組ボーイズグループマゼルがデビューした。